はい、皆さんこんばんは、北田博之です。本日もご視聴くださりありがとうございます。月曜日ですが、いかがお過ごしでしょうか。9月2日、私は、44歳になりました。これからも頑張っていきたいと思います。そしてですね、今日誕生日を迎えてですね、今後9月からの、まあ、私のですね方向性を話したいなと思います。で、まあ、9月から、まあ、少し涼しくなりましたので、まあ、この奈良市で政治活動をしておりますので、まあ、駅等ある箇所で、まあ、実際にまた街頭演説を始めようかなと思います。それと、まあ、今、こういった、チラシをですね、まあ、街で お配りしてるんですけども、夏号ですね。次の秋の、チラシの内容を、まあ、もちろん制作して、まあ、そして、まあ、次の秋号を、まあ、渡していこうかなと思っています。はい、そして9月からは、今後ね、自分の秋中にはもしかしたら講演会も立ち上げるかもしれません、私の。はい、でそれと同時に、まあ、今後一緒にこの政治を活動していけそうな仲間、まあ、その実際昔の友達と含め、まあ、経営者の方もいるので、まあ、それなりにいろんなことが分かってる人と、まあ、会って、いろんな話をしていくと。今後、まあ、奈良市を自分たちがどういうふうにしたいか、または守っていきたいかということですね。はい、そういう人たちと9月は予定が、何件か入ってますので会っていくということですね。でその中から、まあ、中にはね、まあ、自分よりもっていうことは良くないんですけど、まあ、政治家になった方がいいんじゃないっていう人もいるだろうし、まあ、悔しいけど僕以上に、また若い人等を、まあ、発掘していきたいなと思ってます。はい、ガチでやります。はい、ということです。はい、チカノフェイス。そして、まあ、よく聞かれるんですけども、まあその奈良で実際ね、制作したいのっていう話はいろいろ前のライブで聞かれたんですけども、まあ今の段階では、まあ、制作は今年の冬までにはですね、そういった集まったメンバーで固めて作っていこうと思っています。まあそれは、それよりも今の、状況はですね、自分たち、まあ僕の今個人一人やってますけども、政治活動はやはり、まあ自分のパートナーを大事にする、まあ家族を大事にする、近所の人を大事にする、まあ奈良市、広げてまあ奈良市になるんですけども、そういった人たちを守るという意味で、まあ今、例えば、政治家の定義でしたら、政治家のね、国民の財産と生命を守るという定義があったとしましたら、じゃあ財産という国民のお金、岸田政権が自分でお金をね、新NISAに預けてくださいと。まあどうやら10兆円いったらしいんですよね、アメリカにね。まああれ NISA ってそうでしょ。まあそれがブラックロックがね、進めてきましたよね。まあついにウォール街の人が堂々と日本のテレビ局に出て、新NISAをまあ進めたと。まああれ去年確か迎賓館に岸田総理を呼んだんですよね。彼らが借りてね、そういった、国際金融資本家がそれを進める。それを本当に信用していいのかっていうことも、まあ今 SNS でね、もうちょっと待った方がいいとか、いろんなこと言ってますけども、まあ私はあれは良くないと思ってます。それと、まあ、ちょっと YouTube 怖いんですけども、まあ皆さんがいろいろ疑問に思ってる、まあお注射のことですよね。10月から、65歳以上の人の接種が始まりますけども、まあそれも、まあいろんなね、反枠だとか、推奨だとか、まあ、それでまたね、情報を持ってる人と持ってない人でね、また揉めても欲しくないし、まあこれも、まあ狙いなんですけどね。で、このことに関しても、まあファウチですけどもね、アメリカのそういったファイザーとか、まあその、パンデミックっていうものを、まあ作った人たちが、まあはっきり言って、まあ嘘だと、まあ思っています。はい。こういったことも考えても、先ほど私が申しました、国民の生命と、財産を守るところから、このお金と、生命に関しても、まあ、危ういと。まあ、そういうことを、まずは、奈良市民を守るという意味でね、政策、反映させていく政策の前に、まあ、それは普通の、この30年間、日本が衰退してなくて、まあ、普通に、まあ日本っていい国だよねっていう状態で政策って聞かれたら、まあ僕らもね、一番最初それに取り組むんですけども、まあ僕らつか僕ですけどね。でもその前にもう、まあ皆さんももう感覚的に分かってると思うんですけども、やばいじゃないですか。はい。LGBT にしろ、ね、最大時でもああいった政治家の方がね、
事件に巻き込まれることがありましたので、まあそういった守るということは、まあ、国民に対して奈良市民に対して本当に大丈夫ですかと、本当にちょっとよく考えてくださいということを伝えていくっていう意味ですね。で、まあ、もう一つ例を挙げるとしましたら、まあ、この、ね、奈良県民ダイアリーでも書いてますけども、いまだに、まあ、維新の会山下知事はですね、この脱炭素にこだわって、まあ、しっかり自分はですね、こういった、まあ、メガソーラーをやるぞと、まあ、ご上司でだいぶ揉めましたけどもね。でメガソーラーもね、政治通の人はもうそういったね、上海電力とか、その結局中国が儲かるようになってるとかね、知ってる方は多いと思うんですよ。ただもうこういうふうにバリバリ、まあ、奈良県政もですね、まあ、このようにこんだけ脱炭素必要なんですよと、地球温暖化ね、はい、まあ利権ですけど、こういうの地球温暖化ビジネスですけども、まあ日本はですね、まあ、3.2% かな、脱炭素済みですね。でこういったことが、まあ、やはり県政も、まあ、おそらく知事の指示通りにこういうふうに動いてるわけです。はい、これでおそらくやはり五条市、まあ、今ヘグリ裁判中ですけどもね、はい、まあ、ペーパーカンパニー、あそこも背後にはブラックロックと、はい、そしてそのメガソーラーは、だそのメガソーラーも、まあ、ウイグル人がですね強制労働で作られたものだと思います。はい、まあ、それはもうずっと SNS でねやってる通りだと思います。はい、はっきりしています。そういった、まあ、奈良県にもですね、ある特定のですねイデオロギーがですね、まあ、左翼といいますか新自由主義の、まあ、グローバリストのこのイデオロギーが来ていますので、まあ、そういったものをね知ってもらって、いわゆる、まあ、まあ見抜く力といいますかね、はい、なかなか難しいんですけども、まあ、そういったものでやはり、奈良市民を守っていかないというということをで今は動いています。はい、シカノフェイス、まあ、ですので今後いろんなね政党を応援して、まあ、僕のね本当に感謝します、1万3000人ほど見ていただいてる方が思ういらっしゃるんですけども、一応批判とか誹謗中傷ではなくて、一応事実として必ずいろんな政党、いろんな政党のその政策っていうのは僕は事実を言って、これっておかしいよね、良くないよねっていう判断で必ずね、マクロにその政策の完璧にもうびっちりデメリットがあるじゃないと、それはちゃんとしっかりもう気が狂うぐらい調べてやって、自分はこういったいわゆる完全無所属で自分たちの奈良市民でしっかり立ち上がってやった方がいいと判断してますので、はい、中途半端に、あ、なんかこの党がいいなとか、この政治家いいなっていうのは今後一切ありません。はい、そこだけははっきりしておきます。まあ、ですので、まあ、今後ね、この動画を見ていただいた、まあ、いろんな年齢層がたくさんいらっしゃると思うんですけども、まあ、もしね、関心があったり、まあ、そういったね、私北だと頑張りたいとか、若い人で将来政治家になろうと考えてるとかね、そういったことがいらっしゃったら、ぜひ、連絡ください。はい。まあ自分にはそんなの難しいとかね、頭が良くないとダメとかね、今までそういった、くそくだ気にせずに、今までそういったね、国家資格持ってる人たちが何十年もやって、こういう風になってるわけですから、もちろん、何か学歴があったり、資格を持ってる人はね、それなりに、それには越したことはないんですけども、それより一番大事なのは、本当に、本当にもうごく具体的にね、何かを良くするとかいうワードじゃなくてね、改革とか、復古とかね、イデオロギー関係なしになると、本当にその町の奈良市民、日本人ファーストで、その人たちの生活が幸せにするために政治を必ずやるっていう、本当にそういった志、もう、その政治をやる大前提の問題のその誠実な人間性、はっきり申しますと本当に思いやりと人のため、もう確実に。まあ、それが、ワードの中に必ず日本人の一般の人の生活のために、その人たちがごく普通にね、日本に生まれて何ある程度不自由なくね、まあその人の能力もありますけど、幸せになれる生活を必ず作っていく、もう自分が犠牲になってもいいという、まあ可能であればね、まあ本当にね、その政治家やる方が自分の生活が完璧大変なのにっていうのはできないですけど、まあそのある程度ね、普通なぐらい余裕がある人でね、そういった志が、とにかく気持ちの強い人が、今後集まって、そういう人たちと自分はやっていきたいと思います。はい。シカノフェイス。ということです。はい。まあ、
44歳になりましたけどもですね、変わらず、自分のね、健康管理もしっかりして、体力もつけてですね、まあ、寝てる以外はね、まあ、フルに活動を続けたいと思います。皆さんもですね、まあ、私もですね、まだまだ至らない点がありますけどもですね、今後もですね、このチャンネルを、ご視聴しながらですね、私を応援して、また何かご意見がありましたら、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。はい、それでは皆さん月曜日始まりましたので、今週も頑張っていきましょう。それでは皆さん、今後ともよろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。さよなら、北田博之でした。